Welcome to the Gundam Online. Welcome to the Gundam Online. どうも、シルビです。今回ですね、こんな感じの、自白ターンを入れてみました。北極基地多いですね、北極ね。まあ、これがこうで、こう撮ってるか、まあ何が出るかわかる、お、ね、こう操作かどうかは定かではないですけども、まあやってみましょう。で、ライギルも入れてみました。中距離戦になった時のね、ことで。たたたたー。ギガンタンできる声で。タンク式。一応これでもね、あ。さあ。どうなることでしょう。ジークジオン。まあ、使い捨てですよ、機体なんざ。痛い、ヘッドショット扱い。やめて。ライオン踏まれる。これあかんパターンや。衝動なんだよね、何度も言うけどね。出撃する地点を選択してください。出撃する機体を選択してください。出撃する地点を。こうなると激ツラですぞ。行くぞ。あ、そうか。回収を優先してまいりましょう。指揮官不在のため、一時的に戦術支援の使用が認められました。久々なんで、デッキどうだったっけみたいな。回収を優先してまいりましょう。どうだったっけなみたいな感じで。アベーシュ。いや、久々すぎて、武器の順番を忘れてたという感じでございます。あれみたいな。出ねえぞみたいな。このパターンやばいね。もう三ゴムガンゴムリという感じでしょうか。これやらかした系かな。高いね。ありがとうございます。回収を急ぎましょう。立てられた。さてどうしたもんでしょうね。ちょっとこいつ使う？100くらったぞ。一体なんだ。ここから攻めるの兵法だぜ。
うおすごいね。えい、壊しておきましょう。回収優先、まずは回収が先決だ。よいしょ、叩き落とせい。よいしょ。それは、おお、当たった？それ当たってねえべ。さあ、どうしたもんですかね。けい。あ、外しただと。あー、外したな。外しすぎです。このバンダナをしてジバックされた。いや、そんな気はしたんだけど。敵ビーコンを破壊した。出撃する機体を選択してください。使っちゃう。どうせ後でまた使うし。出撃する地点を選択してください。いくぞ。マイチですね。こっから攻撃できるのかな。この画面から攻撃できるとまたちょっと違うんだけど、攻撃できていいと思うんですけどね。回収優先、まずは回収が先決だ。ミノフスキー粒子量減衰、レーダーが回復しました。よいしょ。あ、当たってない。あ、そっちですか。ジャーグタンはいいキャラなんですけど、弾数が圧倒的に足りない。勝て勝て。おおお、すごい飛んでくる。めっちゃ飛んでくる。さあさあ、行きましょう行きましょう。おお、爆撃じゃ。そう、え、うそ。
厳しいでござるの。まあ、ちょうど4取られちゃうとこうなる。毎回そうですね。2と4を取ったり取られたりするとこうなる。このマッパはもう取り返しがものすごく厳しいので。このエースが出し、エース使っちゃったのか。さあどうしたもんですかね。ここはいいでしょ、使っても。難しいですよ、これは。回収優先。まずは回収が先決だ。背筋を正して出直してこい。やらせるわけにはいかない。あーと一歩取りに。出撃する地点を選択して、出撃する地点を選択してください。まあ、こっちでしょうな。北はもう肩ですね。ここ捕らえるぞ。ほら、くらえ。よし、次。行ってこーい。挑んできた勇気は褒めてやる。行くぜ、行くぜ。南が来てる。ナイス。いやー厳しいですね。アミスった。敵の新米ばかりか。フランシス・バックマイヤー、連邦のエースなど恐れていない。いていていて。いて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 。どうしたもんですかね。エースもう2機死んでんのか。おい、突っ込ませたの。マジだ。あ、もったいなくね、それ。唯一の勝ち筋がなくなってしまっていたようだ、すでに。どこでやった？ 2 機でしょ。マジかよ。どうしようもねえな。敵の新米は。戦争を話して出直してこい。よいしょ。おい、乗っけたね。よ
しょう。少しは避けろ。回収優先。まずは回収優先。それはさすがにやらせていただくよ。いくらなんでもな。よいしょ。甘い甘い。もう一匹いた。オッケー。なんかいたよね。弾がね、ここはやばい。離脱する。もう普通に戻ったら早い。悪いな。これも任務なんでな。あと3分、ちょっときついですね。20分ガチガチで、これは。レーダー故障か。だが、まあただ、やっぱり本拠地が硬くなったせいで、ネズミが多少来ても、そんなに芸術はめちゃめちゃにならなくなったのが、今回の特徴ですね。いやそれは自身いいんですけど、これは完全にフレピクとイフリなかったのせいですね。なかったのせいで、全体的に硬くなってまったって感じですね。回収優先。すまない、離脱する。それ自身はまあまあ今回やっちまったもんは知らないんですけど、あいつ、あの二人に、あの二機に合わせちゃったんで、本拠地ネズミがそれ以外の機体だとダメージが取れなくなったっていう特徴が今現時点であります。まあ、空中移動をね、ここに来れるんでね、あいつだけは唯一。ナハトだろうが、あれをどうにかしないとちょっとまずいんじゃないかなと私は。常々オンラインゲームは問題があるんで、それを、少しずつやっていけば、はい。改善していこうっていうのが、もちろんあればいいんだと思うんですけど。おお。サンキュー。あれ当たると思わなかった。残念ですね。もったいね。逃げというか、ちょっとね、ちょうど、うわ、もう私も3行ったって前、何も言えないんですけど。残念ですね。なんかそんなんばっかやな。ちょっと砲撃あれですね。ジュアクタンはちょっと合わなかったかなという感じですね。この展開だと。まあできなくはないですけど、
やっぱり、押し込まれすぎて。ジャブタンと間違えた。よいしょー。あー、撃てば壊せた。残念。ちょっとね、前に行くっていうスタイルなので、ジャグタンは、どうなんでしょうね。悪くはないと思うんですけど、2と4で向き合った時用に今考えたんですけど、4を取られてしまったので、うまくいかなかったっていう感じですね。ちょっと残念でした。まあ、階級的にはどっちも高いので、まあ、相手の方が高かった。まあ、ただそれは抜きとしても4を取られてしまった。4を取られなければなんとかなったんで、そんな感じですかね。私も3位立て前、強く言えないです。そういえば、あ、やべえ、読んだみたいな。あ、痛い、言っちゃったみたいな。はい。そんな感じでございます。それでは、最後まで見てくれて、ありがとうございました。シュウでした。